されて温めている息吹は僕らの夢かけがえのない焼き付ける日差し吹き殴る雨も抱きしめて泣いて僕らそして今ここにいる届いているから君の言葉も君の声も願いも僕らと共にあるから順番に自己紹介していきます。はい、ジャケットキスの青色担当バッターこと翼です。よろしくお願いします。はい、ジャケットキスのピンク色クッキングアイドルのケイカです。よろしくお願いします。はい、神戸から来たベビーフェイス黄色担当のレオナです。よろしくお願いします。はい、ジャケットキスの赤色担当愛知県豊田市出身庭地です。よろしくお願いします。
さて、久しぶりに、はい、大垣市にやってきました。なんか最後、今ね、あの苦い記憶を思い出した。はい、しちゃいけない間違いをすれば前回したなと思って。なんかしたっけ？いや、みんなの記憶いないんでよかった。よかった、よかった。うん、よかった。あ、でも、今日も失敗してる人いました。今日失敗してる人いました。やってきましたけれどもね、あのね、岐阜県って結構ね、はい、映画とかアニメとか の、はい、あの舞台になることが多いみたいなんですよ。あの、君の名はとかもあれ、日田市ですよ。日田市が舞台になったり、ここの大垣市も、はい、映画声の形、2年前ちょうど大垣市が舞台になったりしてね、結構映画の舞台になることが多いこの場所なんですけども、はいはい、せっかくなので映画とかアニメとかね、なんか漫画とかおすすめのものがあったら聞いておきたいなと、せっかくの機会だからね、これだけたくさんの人に自分の好きな作品を PR できる機会なんて、はい、なかなかないから、はい、ありますか、はい、相当素晴らしい PR をして、ね、はい、はい、どうぞ頑張ってください。最近僕ね、ベノムっていうあのマーベルの、ね、いいですね、いいですね、あの CM やってるやつ、そう CM であの女の子たちがなんか可愛いベノムとかね、何が可愛いのだって可愛いとかあの買いたいとか、ね、うん、あでもね映画見たら本当に可愛いって思う。あれそうなの、めちゃめちゃ可愛いって思う、どう可愛い、どう可愛い、なんかね愛らしいなんかねあの怖いと男の子っていうイメージがあるんだけど、うんうん、はいはいはい、なんかね女の子っぽい、そうなんだ、そうなんか、例え一人で、そうなんだ、今劇場でそうめっちゃいい、めっちゃ言いたいの、めっちゃ言いたい、あ、言いたいの、ネタバレになっちゃうからね、こんだけ可愛いんだよっていうの言いたいんだけど、言いたいけど、そう、言われが楽しさで、まあ、もうじゃあ劇場で見るしかないね、その可愛さは、ぜひご覧ください、めちゃめちゃ楽しい、なるほど、というような PR ですね。他に、なんかおすすめのやつ、いますか。アニメの方がいいなと思ってて、あの僕よく見てるんですけど、今やってないんですけど、あの放送ちょっと前までしてたラブライブ、ラブライブ三線の両方やってるんですけど、あれあのスクールアイドルって学校の生徒がアイドルになって東京ドームみたいなああいう大きいところでやってサクセスストーリーなんですよ。学校廃校危機になってて、それを助けるために、うん、アイドルをやってこう押すよね。それは学校教育法的に大丈夫なの？言い方によってはあれだけど、でもあの、その学校を救ったり、うん、そのいろんな人を楽しませたりっていうのは僕たちと一緒だな、なるほど、それ勉強になるので結構見てるんですけど、そちらもね、映画1月に公開しますので、ぜひ足を運んでください。僕はユニフォーム買いました。お母さん、ぜひぜひ、曲もいっぱい出してるのでぜひ聴いてみてください。いいですね、はい、あれだね、せっかくこう PR してあのプレゼンできたの、その成果はあれだね、数ヶ月後興行収入を見てわかるからね。そんな、多分もし伸びないんだったら、もし伸びないんだったら2人の責任になる。ちょっと期待して興行収入を待っておきましょう。それでは次の曲聴いてください。ジャケットキスでマジックキス。笑顔になる呪文さ、We are jacket kiss kiss kiss、 ほらいつもの君がいる、未来を掴むんだ、行くぜ far away。 目で抱く散らいた夜、悔しいフィーリング溢れ出すのは、自分の夢まっすぐに追いかけるから、夜明けがまた来なくて、無邪気心折れちゃう時も、君の血がいつでも見守ってるよ。信じる力があれば、いざ運命は味方さ、行くぜ恋の
むべき道迷ったとしても自分の夢だけはごまかせない。今しかできないルーザーライシン、やりたいこと全部やるんだ、きっと未来の自分が褒めてくれるさ。傷ついてしまったこと来週ね、ニワッチと、はい、レオちゃんとアスカさんがお休みなので、はい、そうなんです。ケイタと僕で2人でライブをします。すごいすごい。ぜひ、そうなんだ、遊びに来てくださいね。遊びに行きます。じゃあはい、わかりました。そのライブに行っちゃう。遊びに行きます。もしかしたらね、なんか特別なことがあるかもしれない。はぁはぁはぁ。ないかもしれない。わかんないですからね。はい、ぜひぜひそちらの方を来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そしてですね、僕たちツイッターをやってまして、先ほどのね、ライブの情報とか、はい、いろいろ、情報がありますので、ツイッターの方もぜひぜひフォローしていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ということで僕たちジャケットキス、この後ね、はい、そちらのテーブルの方で、物販を行わせていただきます。現在ファーストシングル夢空が1枚1000円で発売しています。そちら買っていただくと CD と一緒に特典券がね、1枚付いてます。その特典券で好きなメンバー1人選んでもらって、ツーショットのチェキ1枚と、それから1分間のお話サインタイムがありますので、ちょっとでもね、気になったよっていう方はね、ぜひぜひお待ちしてますので、遊びに来てください。お願いします。そしてそしてジャケットキス、セカンドシングル発売決定しました。タイトルは、僕らのグループ名にもあるジャケットキス、キスで始まる恋となります。こちらで作詞、はい、作曲したのは、はい、自分が作りました。素晴らしい、嬉しい、ありがとうございます。まだジャケット写真は公開されてませんが、はい、僕がジャケット写真を作りました。はい、おすごい、はい、デザインしました。なので、ぜひ、ジャケット写真がね、出た時に、いいよ、いいよかったねって言ってくれるとまた嬉しいので、いい曲だよって言ってもらっても、ね、嬉しいと思いますので、ぜひ、次の曲がジャケットキスなんですけども、聴いていただけますでしょうか。いいよ。いいですか。いいよ。仕方ないから歌わせてやるよ。そ
それでは聴いてください。ジャケットキスで始まる恋。僕らの日々は動き続ける。君は毛先をつまんで揺れた伸びた前髪を気にしてる。笑顔もその後も困った顔もいろんな表情が心を踊らせる。瞳の中は何が映るの。後ろ姿に